SRATM 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 ご飯どうする？ああどうしようね。なんか食べたいもんある？ああ今これ食べたいってのは浮かばないな。ああそういう時あるよね。逆に、うん、今食べたくないの浮かぶんだけどね。あそうなんだ。ちなみに何？エゴネリ。ん？エゴネリ？うん。エゴネリだけは食べたくないかも。エゴネリって何？新潟の郷土料理。あそうなんだ。ああ今エゴネリの口じゃないんだよね。まあ別に俺もエゴネリの口ではないけどね。じゃあご飯はエゴネリ以外で決まりだね。結果決まってないんだよね。この間面白い映画見てさ、洋画なんだよね。いつ？先週の土曜。あ、そうなんだ、うん、どこの映画館？渋谷。なんかね、何の何時か卒業旅行に行くの。何時の会？あの、夕方。え、じゃあ見終わった後ご飯食べたの？まあ、食べたね。何食べたの？ラーメン。あ、いいね。どこの店？あの、この前行ったカフェの向かいの。あー、あそこね。あそこ美味しいよね。美味しいよね。でね、旅先ホテルだ。何ラーメン食べたの？煮卵ラーメン。出た、煮卵ラーメン。私も絶対それ美味しいよね。ねえ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 、あれ映画とかあんま興味ないんだ。全く。だよね。何してる時が一番幸せ？寝てる時かな。あ、そうなんだ。あ、でもお風呂もしてがたい。あ、お風呂ね。どっちかな。あ、でもさ、うん、たまにお風呂で寝ちゃいそうになんな。なるね。ってことは寝る方が上なのかも。逆はないから。あ、じゃあ寝るのが好きなんだね。あ、そう考えると、うん、お風呂で寝そうになってる時が一番幸せってことか。まあ1位と2位同時にやってるからね。ね、うん、ハンバーグカレーみたいなことだよね。そうね。お風呂で寝るのあんま良くないけど。あ、待って、うん、旅行だ。旅行？うん、うん、旅行が好き。てか旅行が一番。まあ寝るのとお風呂も含まれてるしね。ってことは旅先のホテルのお風呂でうとうとしてる時が最強ってことだ。ハンバーグカレーにチーズ乗せたみたいな。待って、やっぱケーキバイキング。え、ケーキバイキングが一番幸せ。急浮上してきた。じゃあ旅先でお風呂に入った後ケーキバイキングでうとうとしてる時が最強ってことか。それはやだ。朝タイムプロタイム。